ただきます。久保史洋さんですね。お願いします。いきます。よーい、はい。プログラミング学ぶなら忍者コード、ウェブデザイン学ぶなら忍者コード。ありがとう。またせーの、せーの。このカット OK、 はい、 OK、 はい、このカット OK です。プログラミングは難しい。プログラミングは難しい。本気の困った顔よりは可愛い困った顔してるみたいな。失礼しました。失礼しました。はい。そしてなんと受講後の案件保証。はい。はい。そしてなんと受講後の安定保障。せーの。プログラミングスクール。佐久間さん、本日の撮影以上になります。お疲れ様。今回が CM 制作が初めてっていうふうにお聞きして、そんなタイミングでこうやって出演させていただけるっていうのは本当に光栄なことだなって。素直にすごく嬉しく思いました、はい、今回いろんなお衣装を着ていろんなシーンを撮らせていただいたんですけど、なんだろう、すごい本当に素ではっちゃけてる部分もあったりだとか、それは案件っていうボールを実際投げていただいて、それを撮ってこう文字を前に見せるっていうシーンとかは本当に素で焦ってる私なのでそれはすごいちょっと恥ずかしかったですけど、何回もキャッチボールするのがすごく楽しかったです。はい。何ですかね、メガネを、この衣装の時はメガネをかけてみたりだとか、本当にこう3タイプ着させていただいて、全部全く違うファッションだったりスタイルなので、全部すごい好きでしたけど、メガネはあんまり普段かけてる姿をお見せすることはないので、ちょっとレアかなって思ってお気に入りです。はい。今回はすごいおしゃれなジャージのファッションでしたけど、普段お家にいる時も割とジャージで過ごすことが多いので今回はすごいおしゃれにしていただいたんですけど、が一番、だからジャージが一番普段とかなり近かったですね。デザイナーはあんまりそのやっぱ乃木坂のメンバーとかでやっぱそういうのが得意な子がすごいたくさんいるので、逆に私はプログラミングを勉強してみたいなって思いますね。いつかやってみたいなとは思ってたんですけど、なかなか挑戦する機会がなかったので、これを機に勉強したいなと思いました、うん、私もそのプログラミングをこう勉強したいなと思ってても、やっぱりこう何から始めたらいいんだろうだとか、学びたいけど
こうどう始めたらいいんだろうって思った時に、こうやってオンラインのプログラミングスクールっていうのが、この CM を見ていただいて、こうきっかけになって、何かこう自分のやりたいこと、いろんなことにつながると思うので、今回の CM がそのきっかけになったら嬉しいなっていうふうに思います。